ぞ。それ。はい。撤退を開始し、データ収集を中断します。チャンスだ。
かけるぞ。オッケーです。アイサいや、任せて。そこ行きます。えい、データ収集終了しました。始めましょう。アイサー、俺の番だな。
始めましょう。はい。私の番です。ここです。私の番です。ここ任せろ。ついおっしゃふんよし。サイディア援護します。行きます。そこです。任せて。やっ。さあ、先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。俺の番だな。セッティア。私の番です。えい。えい、そこ任せろ。あ、任せてくれ。セッティア行きます。そこです。私の番ね。そこ俺の番だな。ふん俺の番だな。やっは行きます。えい。俺の番だな。そこだ。俺の番だな。セッハ
任せてくれ。えいっ、いや任せろ。ふん、さてと、あっ、いくぞ。えいっと、さて、やっ、任せろ。よし、やっと。さてと、そこです。援護します。私の番だ。おっしゃ、まだまだいける。始めましょう。はい、そう。任せてくれ。はい。行きます。今だ。みんな、行くわよ。はい、そう。オッケーです。俺の番だな。ああ、俺の番だな。セッティア、行きます。あっ、おっしゃ、ズイ。さて、やっ、行くぞ。えいっと、俺たちの力だ。始めましょう。セット。はい、行きます。任せて。そこ、任せろ。ズイ、
俺の番だな。えいは任せて。行きます。あよっしゃよし、えいっとよし、やっは援護します。任せて。はっ、さあ先を急ぎましょう。書棚に、あれは天球儀のようなものかしら。いにしえの錬金術師どもが作った夢の跡といったところか。お前は黒装束に出やがったな。はじめまして、特務支援課の諸君。どうやら余計なものが一人紛れ込んでいるような。自分はただのサポートです。気にしないでください。まあいいだろう。お初にお目にかかる陰というものだ。まずはここまで即労を願ったことをねぎらおう。ああ、随分と引きずり回してくれたもんだな。ちなみに塔にいる奇妙な魔獣はあんたが用意したものなのか。あれは元からこの塔の中に徘徊していた。腕を鈍らせないよう歯応えのある狩り場を探してこの塔を見つけたのだ。なかなかどうして面白い場所だ。あんたの仕業じゃないのか。まあ、
個人がどうこうできるものでもありませんし。さて、いろいろと疑問はあるだろうが、まずはその前に最後の試しをさせてもらおう。どういうつもり？弱き者に興味のない、お前たちが我が望みにかなう強さを持つため、その身で証明してもらうぞ。やっぱり早く多勢に無勢と言って、気をつけろこいつ。どうやら手加減する必要はなせ、全力で。いい投資、それでは行くぞ。陰の力見せてやろう。負けられない。バクライ。すまない、みんな。
くらえ。よし、バックライフ。あ、あ、そんな行きます。ここです。行くぜ。ほら、甘いっすよ。なんとかしないと。ガンナーモード起動します。まだやれる。彼はなかなかできるようだな。いつの間に気づかなかった。戦闘中に分身だけ残して、そこで高みの見物ってわけか。恐ろしく腕が立つようだが、あまりいい趣味とは言えねえな。気に障ったのなら謝罪しよう。しかし戦闘中に私の動きを見切れるとはなかなか大した動体視力だ。ま、これでも実戦経験はそれなりに積んでるんでね。まあいいだろう。あんたの強さは本物だ。今の俺たちじゃ勝てないだろう。ロイド・バニングズ、うすうす見当はついているのだろう。どういうことで。お前のことは調べている。どうやら
捜査官としてそれなりならば私の要件もわかるはずだ。いや、関係関係があるとする。最初にアルカンシェルのイリアさんに宛てたそれについての話だな。その通り。ではその脅迫状の何について話があるというのか。いや、関係なく、それはあの脅迫状を送った人物、それはあんたじゃないんだな。どういうことだ。まさかそのとおり。あれをイリア・プラティに送ったのはこのリンではない。私の名をかかる何者かというわけだ。やっぱりか。捜査をしている最中どうも違和感があったんだ。伝説の教師、東方神外の魔人。その通り。イリア・プラティエは天才だ。おそらく直感的にあの脅迫状が本気で自分を狙ったものではないと。だがならばなぜあんなものがアルカンシェルに送られたかという話になる。そのよくわからないんですけど。それこそアンチあたりのただのいたずらじゃないんですか。いや、リンがこのクロスベルに来ていることを知っている者は限られているんだ。ヘイユエ、ルーバーチェ、捜査一課、あとはその関係者くらいだろう。なるほど。そうなると確かにいたずらって線はなさそうですね。そう。だが脅迫状一つでアルカンシェルが新作の公開を中止することはありえない。さらに名指しでイリアを狙うと宣告したことについても不可解。その結果捜査一課の介入を招き、イリア周辺の安全に関しては万全の体制が敷かれることになった。それこそ舞台中に狙われても未然に防げるくらいだ。ということは脅迫状を送ってこの状況を作り上げることで何か別の狙いを達成した、あるいはこれから達成しようとしている。その可能性は高いだろう。改めてお前たちに依頼する。我が名を語ってその何者かの企みを阻止してもらう。何？おいおい、何虫のいいこと言ってやがる。そんなことを言っていいのか。その誰かが何を狙っているのか私にも見当はつかないが、ろくでもないことであるのは目に見えているのではないか。確かにその可能性は高そう。でもどうして私たちにわざわざそんな依頼を頼むの。あなた自身がやればいいのでは。こう見えても私はそれなりに忙しくてね。例えばルバーチェどもの相手とか。やっぱりヘイユに協力してマフィアと暗闘しているんだな。俺たちクロスベル警察が手を出せないことをいいことに。
そう怖い顔するな。ギルドも面倒だし、一応民間人は巻き込まぬように配慮しているさ。もっともルバーチェの方がそこまで首相かどうかは知らないが。お前、いずれにせよ我が名を語って勝手なことをさせるわけにはいかない。依頼を受けるか否か答えてもらおう。わかった。あんたの頼みに応じるわけじゃないが、真犯人の企みの阻止には協力しよう。それでね。でもどうするんですか。いつ誰が何をしようとしているのか全く見当もつかないというのに。いつというのは心当たりがある。もしその真犯人がアルカンシェルに関することで何かを仕掛けてくるとすれば、本公演の初日かプレ公演なら。そいつは同感だな。やっぱり最高に盛り上がるとしたら本公演の初日になるだろうが。関係者一同が招待されてお披露目をするプレ公演も格好のターゲットというわけね。その通りだ。お前たちに頼みたいのはその両日における警戒活動、捜査一課が裏を書かれた時のため劇場内を密かに巡回するということだ。そしていざ何かあった時は迅速な対処をしてもらいたい。巡回は問題なさそうね。問題は一家の目をごまかせるかくらいだけど。そうですね、見つかったらつまみ出されそうですし。まあ出たとこ勝負でなんとかするっきゃないだろう。引き受けてくれて何よりだ。それでは私はこの辺りです。朗報を来た。ね、ちょ、ま、逃がすかよ。鐘楼部分みたいですけど。野郎、どこに行きやがった。ティオ、サーチしてくれ。はい、行きます。え、何か分かったのか。地上のあたりにわずかに反応がありました。どうやら直接ここから飛び降りたみたいです。な、そんな化け物かよ。そのなんていうか、皆さんとんでもない奴を相手にしているみたいですね。皆さんお疲れ様です。本当だったら自分も協力したい。うんうん、
塔の探索を手伝ってくれただけでも十分。そうそう、正直助かったぜ。そうですね、ここまで送ってくれましたし。総長、本当にありがとう。どういたしましても、何かあったら遠慮なくタングラム門に連絡してくださいね。今日のことは副司令に一通り報告しておきますから。ああ、その時は。そんじゃまたな。はい、皆さんお疲れ様でした。さてと、まずは今週末にあるプレ公演での警戒活動か。とりあえず支援課に戻って段取りについてアルカンシルにも連絡しない。捜査一課の動向も掴んでおく必要がありそうですね。そのあたりは課長に頼めば探ってくれ。まあ、いいぞ。マクダイル市長もおいでになったみたいだな。そういえば今回の新作に全面的に協力しているんだっけ。ええ、もともとおじい様はアルカンシェルのファンだから。リーシャさんのデビューもすごく楽しみにしているみたい。期待に応えられるといいんですけど。それよりインという人が言ったように、本当に何か起こるんでしょうか。わからない、だが可能性は高いと思う。捜査一課が警戒しているからイリアさんは大丈夫だと思うけど。そうですか。それよりもイリアさんに今回のことを本当に伝えなくてよかったの。劇団長も同じ考えみたいだけど。はい、いいんです。あの人には、イリアさんには
余計な心配をしないで輝いていてほしいですから。それが私の、私たち全員の願いなんです。君は本当にイリアさんが好きなんだな。一体どうこの劇団にはかなり強引に誘われてしまいました。でも私嬉しかったんです。クロスベルに来るまで私は決められた道しか歩いていませんでしたから。だからあの人の演技を見てとても引きつけられたんです。こんな風にただ上を向いて力強く輝ける人がいるんだって。リーシャさん、手が届かないなんて。そんな、確かに今回の君の役は月の姫。太陽の姫の輝きを受けて映える役かもしれない。でも素人目から見ても君とイリアさんの演技の良さはそれぞれ別物じゃないかと思った。君は君自身としていつかきっと輝けるはずだよ。そうでしょうか。なあ、だからこそイリアさんも君を誘ったんじゃないかと思う。今回の事件、俺たちの壁にぶつかったけど、なんとかここまでたどり着いた。きっと解決してみせるから。だから君も全力で頑張ってほしい。はい、それじゃあ私そろそろ行きますね。ロイドさん、エリーさん、どうか頑張ってください。ああ。さてと、俺たちもステージが始まるまでどこか別の場所で待機するか。ん、どうしたんだ。まったくこれで無自覚なんだから、たちが悪いというか。え、なんでもありません。それよりもあそこまではっきりと約束したんだから、今回の事件絶対に解決しないとね。なあ、もちろんだ。皆様、お待たせしました。これより劇団アルカンシェルの新作「金の太陽銀の月」のプレ公演の幕を上げさせていただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。ここはラの国、天のエイドスの祝福と慈愛により大いなる繁栄を誇った古の王国。古来よりラでは姫と呼ばれる舞手によって祭り事が決定されてきた。姫はエイドスの意志を宿し、星の祭典において競い合うことでその祭り事の正しさを世に知らしめる。しかしそこには様々な思惑も絡み、有力者たちは競うようにしてそれぞれの姫を擁立するのだった。そんな中、太陽の姫と謳われる当代一の舞手の姿が星の祭典にあった。
始まったか。しかしすごい盛り上がり方だな。本当だったら私もこの目で見たかった。一家の人たちが羨ましいわ。でもそんなすごいステージが目の前で行われてるっていうのに逆に辛くないかな。そうかもね。それじゃあ私たちも劇場内の巡回を始めましょう。ただし一家の人たちがいるから観客席は覗くくらいにしないと。ああ、こちらロイド、二人とも。ああ聞こえてるぜ。どうやら始まったみたいですね。ああ、これから劇場内の巡回を開始する。そちらは引き続き劇場周辺の警戒を続けてくれ。了解しました。サイトも来てくれたのでこちらの方は安全です。そ変なやつがいたら連絡するな。ステージに見とれて一家の連中に見つかんなよ。なあ、巡回を始めよう。まずは一通り回りながら劇場内のスタッフに声をかけて異常がないかどうか確かめるんだ。ええ、わかS 席は異常なし。ま、ダドリー捜査官がいるからこっちの方は心配なさそうだ。そうね、他を回ってみましょう。ここは貴賓席か。制服警官しかいないけど。まあ、アーネストさんはおじい様の護衛でもあるから何か起こった時も十分対処できると思うけど。それもそうか。どうやら異常はなさそうだな。それにしてもイリアさん、とんでも…そうね、もう離れましょう。このまま見ていたら引き込まれてしまいそうだわ。なあ、これは第1幕が終わったみたいね。こうして日の一族が擁立する太陽の姫に対抗すべく新たなる姫が名乗りを上げたのです。その姫の名はラの国の勢力を二分する夜の一族の擁立した舞手でした。
第2幕が始まったか、リーシャ。頑張ってる。ええ、カブツレジャー、また一通り回ってみましょう。まあ。大丈夫そうだな。しかし、ダドリー捜査官もあれだけのステージを前にして警戒が緩んでなさそうだし。ええ、鋼の意志って感じね。異常なし。ちょっと警官の注意が散漫になっていそうだけど。まあ、あのステージを見てたら無理ないかもしれないわね。異常なしっと。それにしてもリーシャ本当に、イリアさんとは違う方向性。まさに銀の光をまとって
が終わった。盛り上がってるみたいね。エイドスの気まぐれか、それともいたずらによるものか。太陽の姫は月の姫が生き別れた実の妹であることを知る。しかし月の姫はそのことを知らず、氷のような敵対心を向けてくるのみ。思い悩んだ太陽の姫は白装束と面で正体を隠した上で、森の廃墟に月の姫を呼び出す。そこはかつて幼き姉妹が。第三幕折り返し地点か。しかしさっきからすごい反応。それだけ今回のステージの完成度が高いんだ。このまま何事もなく終わってくれる。ああ、犯人は捕まえられないけども。そうね、巡回に専念しない。ダドリー捜査官も警戒は怠っていないみたいだけど。アルカンシェルのステージを見て心が動かない人はいないでしょうし。大丈夫そうだな。警官はとにかく、アーネストさんは周囲を警戒してそうな感じだし。Thank you.
第3幕終了か。ええ、最終幕が始まる。かつて幼き姉妹を離れ離れにした恐るべき陰謀劇、その真相を知りながらも結局姉妹は相争うことになりました。なぜならば彼女たちは姫、舞こそが彼女たちの全てであり、エイドスの意志を宿せる巫女姫はたった一人しかいなかったからです。互いへの死母の念、そして同じ相手を好きになってしまった葛藤、それ以上に得がたきライバルへの熱い共感と燃えるような対抗意識、その全てを胸に秘めた二人の姫が今宵星の祭殿に降り立ちました。プレ公演は何とか乗り切れそうだな。ええ、回ってみたところ不審な人も見かけなかったし。ロイド様、エリー様、バルサム支配人、どうなさったんですか？少々不審な動きをされているお客様がおりまして、しかも招待客リストの中にはいらっしゃらなかったのですが。ね、どうやら S 席の様子をこっそり伺っているらしく。わかりました、すぐに確認してき。支配人をこちらで待機。場所にいるんだか、せっかくのスクープを前にお預けもいいところだわ。かといってシャッターを切ったらあいつに気づかれそうだし。グレイスさん、あらら、ロイドか。エリーちゃんも、こんなところで。それはこちらのセリフです。グレイスさん、どうしてここに。招待されたわけではありませんよね。ちょっと訳があって、裏技使って入っちゃったのよ。裏技？清掃業者の人たちに紛れてこっそりと。どうしてそんなこと。だってだって、うちに来た取材用のチケット他の記者に取られちゃったんだもん。プレ公演は絶対見たかったし、他のネタ追ってるところだったし、忍び込むしかないじゃない。あのですね、なんて人騒がせな。あ、
ほら、それよりも一緒にここから舞台を見ない？せっかくのクライマックスだもん。見ないと一生後悔するわよ。本公演で見ればいいでしょう。それよりも本当に理由はそれだけなんですか？まさか脅迫状を送ったのはグレイスさんとか言いませんよね？脅迫状？そういえばいざ忍び込んだらナトリとか一家の連中を見かけてびっくりしちゃったんだけど、ひょっとしてそれ絡みとか？違うみたいね。そうだよな。いくらグレイスさんでもそこまではしないか。いくら私でもってちょっと失礼なんじゃないの？いや、現に忍び込んでまで取材をしてるわけですし。そういえば他のネタを追ってるところってさっき言ってましたよね。どんなネタなんですか？おっと、それは言えないわね。あっ、もしかして一家が出張ってるのは彼を監視してるからとか？しまった、気づいているのは私だけと思ってたんだけど。それってインのことですか？イン？何それ？さっき言ってた脅迫状と何か関係がある言葉なわけ？グレイさん、知ってることを話してください。出ないとこのまま突き出しますよ。ちょっとライド君、そんな殺生な、私と君たちの仲じゃない。今は少しでも手がかりが欲しいんです。だから教えてください、うん、マジなのね。でもエリーちゃんの前でこんなこと話してもいいのかな？それはどういう？私はどうしたんですか？まあ、いっか。気をしっかり持ってよね。私が追っていたネタは市長の第一秘書に関する黒い噂よ。アーネストって言ったっけ？彼相当ヤバいよ。市長に内緒で事務所の資金を勝手に流用してるらしいし。最近じゃ帝国派議員と密談して何か企んでるみたいなのね。ねえロイド、もしこの状況でおじい様が何者かに亡き者にされて、目撃者さえ作らなければ犯人は別のやつに偽装できる。それが狙い。ちょっと。貴賓席にいた警官。貴様ら一体ここで何をしている？話は後です。エリー、飛び込む。ええ。させるか、タック。おじい様。くそ、そんなものまで。まさか君たちがこんな場所。やれやれ、とんだエイドスの巡り合わせ。アーネストさん、一体どうして？
あれほどおじい様を尊敬して支えてくれたあなたがどうしてエリー、君と同じだよ。私もいい加減この状況にはうんざりとしていたんだ。結局何かを変えるためにはより強いものに従うしかない。だからこそ私は行動したんだよ。そのためにインの名を語り、イリアさんに脅迫状を送って、インが現れると思い込ませて市長の抹殺を図ったのか。そういうことか。随分と舐めた真似をしてくれるじゃないか。捜査一課といっても所詮は無能な警察官にしか過ぎん。おとなしく銃を捨ててもらおう。今ならまだ未遂で済む。それはこちらのセリフだ。自治州代表の一人でもあるこの老いぼれの命。お前たちの目の前で散らしてやってもいいんだぞ。やめて。実の祖父がくたばる瞬間をその孫娘に見せたくはあるまい。そちらの壁際まで移動して道を開けてもらおう。どうするつもりだ。この場を逃れたところで、あんたに逃げ場はないぞ。うるさい。いいから言う通りにしろ。いいだろう。それでは返してやる。おじい様。待て。逃がすか。なんだってんだ。どうやら一連の事件の真犯人みたいですけど。ランディ、よかった捕まえてくれたか。ああ、拳銃を持ってたから思わず気絶させちまったぜ。ああ、それでいいよ。それでどうしてロイドさんが一家のメガネスーツさんと。誰がメガネスーツだ。お前たち、これは一体どういうことだ。バックアップまで用意して一体何をしていた。それはな、まだ動けたのか。こんなところで終わるものか。私は次期市長になるんだ。ハルトマン議長の後ろ盾があればきっと次の市長。例の狼か。お手柄ですね。やれやれ、おいしいところ独り占めかよ。うん、
独り占めは私よ。いつの間に。油断も隙もないです。お前たち、いい加減にしてもらおうか。離せ。私は絶対に次期市長になるんだ。いやはや、すげえ事件になったな。今頃市民の大半が大騒ぎしてるんじゃねえか。まあ、アルカンシェルの新作のお披露目中に市長の暗殺未遂ですから、スキャンダル、ここに極まれりといった感じですね。市長に同情的な意見が多いのは不幸中の幸いだったけど、でも結局アーネストと関係していた帝国派議員の名前は上がってないか。まあ規制されてんだろう。それにさすがにあの暗殺未遂は秘書野郎の暴走なんじゃねえのか。なあ、帝国派にとって市長を暗殺するメリットなんてそれほどないはずだし、ただ暗殺者を院に仕立てて兵友へと関係のある共和国派への攻撃。なるほどね。でもあの秘書の人、なんだか様子がおかしかったです。正気を失っているというか、歯止めが効かなくなってるというか。ああ、それは思った。
一家が取り調べをしてるらしいけど、結局どうなったんだろう。どうやら錯乱しちまって話せる状態じゃないらしいな。課長、取り調べができる精神状態じゃないってか。ああ、ラッシュが開かないんで一旦拘置所送りにするそうだ。そうですか。しかしお前らもとんだ大金星じゃねえか。今日本部に行ったらあの狐が猫慣れ声を出してお前らのことを褒めてきたぜ。え？想像しにくい光景ですね。つうか嬉しくもなんともない情報だな。狐だけじゃなくて警察全体の話でもあるかな。ま、一家は複雑だろうが、これでお前らを見る目が少し変わるのは確かだろう。素直に喜べよ。そう、でも素直には喜べませんね。ああ、お嬢のことを考えるとな。明日から復帰するなんて、そんなの早すぎます。何、たかが打撲と捻挫くらいだ。5日も休んでしまって、むしろ英気が養えたくらいだよ。冗談言わないでください。あれほどのことがあって第一秘書がいなくなって、今はゆっくりとお休みになるべきです。創立記念祭も近い。仕事は山のようにあるから、この程度のことで市長としての役割を放棄できんさ。この程度のことって、おじい様は辛く悔しくないんですか？あれだけ目をかけていたアーネストさんに裏切られて、それなのにどうして。今回のことがショックでなかったといえば嘘になる。聞けば随分前から事務所の資金を使い込んでいたようだ。それで精神的に追い詰められ暴走してしまった。その意味では気づいてやれなかった私の責任でもあると思っている。おじい様、だが私は政治家だ。この身を黒スベル自治州の今と未来のために、いかなることがあろうと職務を全うする以外の選択はない。そう自分に課しているのだよ。すまない、10年前も私はライアン君を、お前の父さんも、そして娘も、お前の母さんも猿がままにしてしまった。そして相変わらず無力だが必要ではある。クロスベル市長を続けさぞ恨んでいることだろう。そんな、おじい様は私の誇りです。お父様やお母様とはたまに連絡はしていますし、悲しかったけどきちんと乗り越えています。エリー、もともと私が警察に入ったのは別の形で、それがクロスベルのためにもなると信じていたから。でもこんなことになって、アーネストさんがいなくなって、私やっぱり警察を辞めておじい様の手伝いを。バカなことを言っちゃいかん。悔やんでいるのならすぐにでも戻ってくるべきだ。だがそうではないのだろう。なのに道を変えるというのは
多くの者に対して失礼だ。同僚にも私にも何よりお前自身にも。私のことは秘書は一人ではないし、いざとなればヘルマーだって助けてくれるだろう。次の市長選を機に引退することは少し難しくなってしまったが、なに、もう5年楽隠居が遠のくだけのことだ。だからお前は選んだ道を全うしてみなさい。少なくともお前自身が納得できるまで。それが私にとっては何よりの励みになるのだから。おじい様、そもそも今回の事件もお前たちの働きがなかったら誇りなさい。自分たちの働きと、そして一層輝けるよう、自分アルカンシェルの今回の新作のようにね。はい、おじい様。エリー・マクダイル、明日をもって職場復帰し、より一層職務に励みます。いやはや、助かりましたよ。あのままことが運ばれていたらどうなっていたことか。危うく市長暗殺の容疑をこちらにかけられるところでした。共和国派の議員どもとつながりを持ったりするから。私の名をあの秘書に捧げたのはハルトマンという帝国派の議長。おそらくルバーチェの会長あたりから聞いたのだろう。そうでしょうね。秘書が暗殺まで企てるとは思っていなかったでしょうが、それでも私たちを通じて共和国派にダメージを与えるのが目的だったに違いありません。つくづく任務の町だ。それはともかく、私たちなど一緒にするな。こちらは無に迷惑だ。やれやれ、釣れないですね。まあ議員とのつながりなど、その気になればいつでも切れます。お伝えしている通り、こちらの構成は記念祭以降、最終日の仕掛けはよろしく頼みますよ。さて時間だ。はい、しかし時間一体何の時間なのやら。何、そんなに午後の稽古が楽しみだったの。私もいい加減舞台ばかりはあるけれど、あんたも十分素質あるんじゃないかしら。そんな、エリアさんの息まで達する自信なんてとてそんなこと言って、プレ公演じゃノリノリだったくせに。よかったわよ、あんたようやく私のライバルの卵くらいにはなってくれたわね。もしそうだとしたら、全部イリアさんのおかげです。受け継いだ道しか知らなかった私に光を示してくれた。それと今回は彼らにて
何でもないで、今日の稽古は第三幕の完成度を上げていただき、頑張ってお付き合いします。お、やる気満々じゃないの。私もマジで負けてられないわね。よし、来月の本公演までに今の100倍は良くしていくわよ。はい、イリアさん。おめでとうございます。